はい、コンパクトロートを使ってサルギ釣りをやっています。この短い竿ですね、1.2 メーターですね、 1.4 メーターぐらい、6メーターぐらいですね。でこれにスピニングリール、これをつけてると、まあ、糸の出し入れができます。でアジサビキはちっちゃめ、0.85 ピンク色のサビキで、でこれが餌を入れるカゴ、下に重りがついてるんでこれでシュッと下に落ちるようになっています。でこれが餌ですね、新製品、甘いさんの桃か、桃の香りがする桃か。